マーク・トーマス・エスパーはアメリカ合衆国の政治家、元軍人、ロビースト、ドナルド・トランプ政権で第27代アメリカ合衆国国防長官を務めた。1964年4月26日にペンシルベニア州ユニオンタウンに誕生する。1986年にアメリカ陸軍士官学校を卒業した。後に国務長官となったマイク・ポンペオとは、 同期にあたる。1990年にアメリカ軍第101空挺師団に属して湾岸戦争に従軍した後国防総省副次官補として軍縮各不拡散を担当したことがある。2007年に陸軍中佐の階級で除隊した。1995年にハーバード大学ケネディスクールで終始以降、2008年に ジョージ・ワシントン大学で博士号を取得している。2007年に、チャック・ヘーゲル上院議員の政策補佐官として務めた、後に、アメリカ航空宇宙産業協会、アメリカ商業会議所などで、ロビーストとして活動した。2010年からは、大手軍需産業のレーセオンでロビー責任者、政府交渉担当の副社長を務めるなどして7年間活動した。 2017年11月20日に、ライアン・マッカーシー陸軍長官代行の公認として、第23代アメリカ合衆国陸軍長官に就任した。2019年6月18日に国防長官代行を務めていたパトリック・シャナハンが、家庭上の都合で、次期国防長官への指名を辞退したことから、6月24日付でエスパーが、 国防長官代行に就任することが決定し、同年7月15日に退任した。2019年7月23日にアメリカ合衆国上院は、マーク・エスパーを国防長官に当てる人事を賛成90反対8で承認し、同日中に宣誓して、正式に第27代アメリカ合衆国国防長官に就任した。2019年8月3日に、 オーストラリアを訪問し、中距離核戦力全廃条約の破棄直後のタイミングでアジアに中距離ミサイルの配備を希望するコメントを出したため、後日オーストラリアのスコット・モリソン首相が国内に配備しない胸の釈明を行う記者会見も行われた。2019年8月7日に日本を訪問して、いわや武志防衛大臣と会談し、アメリカが主導する。 有志連合への協力を要請した。8月8日にかけてモンゴルを訪問し、ニャマー・エンフボルド国防相と会談した後に韓国を訪問した。8月9日に提携と国防部長官との会談で、ホルムズ海峡付近での有志連合への協力要請のほか、北朝鮮に対してクビットまで制裁を継続することを確認し、 韓国側で独自に制裁緩和を図ろうとする動きを牽制した。また日韓貿易紛争に伴い、韓国内で破棄も取り沙汰されている、日韓秘密軍事情報保護協定の必要性について言及したが、韓国側は同月中に同協定の破棄を発表。8月28日に、ジョセフ・ダン・フォード統合参謀本部議長ともに開いた記者会見で協定破棄を、 極めて失望したし、依然として失望していると表明した。同協定の継続については、同年11月に韓国を訪問した際にも、ムンジェイン大統領と面会し、破棄を見直すよう説得に当たっている。カイラ・ミューラ作戦をトランプ大統領と共に見守るエスパー。2020年5月25日に、ミネソタ州ミネアポリスで発生したジョージ・フロイドの死を、 発端とする2020年ミネアポリス反人種差別デモの一部が暴徒化するとトランプ大統領は連邦軍の出動を示唆した。これに対してエスパーは現時点で連邦軍の出動を可能とする反乱法の適用は支持しないとして一線を引いた。トランプ大統領はエスパーの発言直後に解任を検討したと伝えられ2020年 アメリカ合衆国大統領選挙直後の同年11月9日に解任を発表した。2021年1月3日、バイデン政権への移行を妨害するトランプ大統領の試みに国防総省や軍の高官が一切協力しないよう呼びかけるリック・チェーニー、ジェームズ・マティス、レオン・パネッタ、ドナルド・ラムズフェルド、ウィリアム・コーエン、チャック・ヘーゲル、ロバート・ゲイツ、ウィリアム・ペリー、 アシュトン・カーターら歴代国防長官10人の共同声明に名を連ねた。ありがとうございます。